はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はですね、久しぶりにアークのサバイバル冒険編となります。もちろんやるマップは、今までのアークが全て詰まった紙マップ、フィヨルドとなりまして、こちらに関しては、サバイバーレベル1から始めていこうかと思います。一応設定なんですが、以前のスタートマニュアルの方でですね、ご紹介した内容とほぼほぼ一緒。経験値もテイム速度も等倍です。経験値はちょっと場合によっては、進捗によってはですね、ちょっと倍率上げる可能性はあるんですが、とりあえずは等倍で始めます。採集量に関しては3倍。あとは公式マップと同じ設定になってます。で、PVE モードですね。搭載設定の方に関しては、一旦ですね、以前お伝えした内容と、世話の間隔は 0.017 でやってます。まあ、ちょっとブリーディングしながらこの辺は設定また詰めていくかもしれませんが、一旦はこの状態ですね。この設定で今回はやっていこうかと思います。ほぼほぼ公式でソロでやるのと、そんなに変わりがない設定でやっていこうかと思っております。一応目標としてなんですが、基本的には割と建築メインにしながらですね、ボス攻略の方までやっていこうかと思っておりますので、割とですね、長編になる可能性が高いんで、ぜひ楽しみに見ていただければと思います。冒険の中でですね、小技であったり、ちょっとした知識ですね、の部分も交えたり、普通にやってるところでもですね、あ、そんなことできたんだっていうところ、アーク結構あると思うので、ぜひ楽しみにご覧いただければと思います。あともう一点ですね、かなり出現する生物詰まっておりますので、フィヨルドの方でですね、アーク、箱舟を作ろうかと思いますんで、とりあえず全恐竜ですね、テイムできる恐竜に関して、一対でオスメスですね、テイムして、子供まで産ましてみようかなと思っておりますので、そちらもぜひ楽しみにご覧いただければと思います。解説長々としても仕方がないので、実際ですね、始めていければと思います。では本編、スタート。はい、始まりました。ではですね、まず、通常であれば、木殴って石拾ってですね、この辺の石のピッケルとかですね、作っていくことになるんですけども、フィヨルドの場合だけ異なります。まず、R ボタン長押しするとテレポートができます。行くところは、バーディランド南イージーの S ですね。バーディランド南 S に来ると、その場所が船が難破したところに着きます。この中の木箱を殴る。すると金属の斧、ピッケル、あ、ちょうどいいですね。斧とピッケル、金属のものが早々に手に入れることができます。あと鉄の槍とかも手に入るので、これで一気に冒険が楽になります。ついでなので、この壊れたやつはですね、鉄くずと木が取れます。で、この壊れてない方の樽叩くと、腐った肉と、あとこんがり肉がたまに手に入ります。食料ですね。まずはこれを手に入れるというところですね。拠点的にはここに建ててもいいんですけども、比較的安全なんで、割とここに建てるといいと思います。ただ、今回に関しては、またちょっと飛びます。バーディランドイージーの SE に飛びます。まあ、アスガルドとかでもいいんですが、こちら飛んできました。あとはですね、まずは順番に作るものを作っていこうかと思いますんで、一旦ですね、9番に生肉、0番にいらないものを置いておきます。やっぱりまあ木は切るんですけど、あ、やばい、動けない。一旦重いのは捨てますね。先に繊維を取ります。
フィヨルドですね、寒いのでとりあえずですねレベル振って、最初は移動速度か重量がいいと思うんですが、今回建築重視でいくので重量振っていきます。通常はこの石斧とか取ったりするんですが、今回いらないのでまず焚き火開放して、まだちょっとエングラムポイントが足らないのでとりあえず、あ、やばい、ところでやられてる場合ではない、あ、やばい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 、これはちょっとこれはちょっとやばい、鉄槍持ってるのに、あ、困ってる、あ、まさかのイクチョールネス、アークですね。ということで一旦飛びましょう。とりあえず離れて、これで皮が欲しいので斧で叩きます。斧で叩くと皮がいっぱい、イケルで叩くと肉がいっぱい取れるっていうことがあります。とりあえず繊維をいっぱい取って、一応0番スロットにはですね、多分スティンベリーがいらないのが手に入っていると思うので、その辺を装着しておく。すると盗む系のものって0番スロットから盗むので安全に取れるというところがあります。取れなくなった、まあ、取られても困らないものを置いておくっていう手段ですね。でとりあえず服を作って、作成中は移動スピードが遅くなります。肉ももらっておいて、とりあえず服を着ますね。まあ、あまりぬくくはならないんですけど、ちょっとはマシになる。で、皮袋を作っていただくと、水辺で水を汲むことができるんで、ちょっと時間が経つと減っていくんですけども、まあ、こまめに補充ができるというものになってます。まずはレベルを上げないといけないので、最初に目指すところなんですが、まずはリスポーン場所、復活する場所を作らないといけないんですが、革の寝袋、使い捨てのものっていうのがレベル4で作れます。それとは別にレベル7で何回も復活できるベッドが作れるようになりますんで、まずはレベル7を目指す。それを作るのに革もいるので、そこら辺も準備していくということになります。最初の段階でレベルを上げる上での重要なところっていうのと、復活場所を作る上でもですね、仮拠点を作っていくというところになりますんで、比較的安全そうなところですねに作るというところなんですが、一旦仮拠点ここでいいか、一旦ですね布帽子も作っておきましょう。帽子かぶって根元のところを開いていただくと、帽子非表示というのがあって、帽子装備してても頭出すことができます。一番最初のレベル上げとしてはですね、建材を作るっていうのが一番手っ取り早いので、とりあえずは藁の建材を作って、採取量を上げてるんですぐ動けなくなるっていうのは最初あるんですけども、これでシンプルなベッドが作れるようになります。ただエングラムポイントが足らないですね。繊維はこの辺を草刈ってると取れますんで、重量超えてもですね、一応動けないだけで拾うことはできますんで、このように取れるところでですね取っていただいて、それで重量ギリギリですね。重すぎると移動速度がゆっくりになります。6マスで作るならちょっとここきついな、まあ、一旦この辺でいいかな。
一旦作りました。真四角のものですね。で、作ってる間にレベルが上がったのでレベル振ると、とりあえずシンプルなベッド取れるようになったんで取っちゃいます。エングラムに関しては前提条件があって、ベッドの場合は革の寝袋取ってからでないと取れないとかがあります。ただ後の方を取っていただくと前提エングラムと同時に取ってもらえるんで、決定押すと寝袋とシンプルなベッドが解放されます。あとまず必要なのがこのすりこぎですね、と麻酔薬必要になるんで麻酔薬取っていただいて、また取れなくなるんで望遠鏡とかも必要にはなるんですが、一旦置いておきまして、ブーメラン取れるんで先ブーメラン取っちゃいますね。ベッドは売れない、藁と皮が足らないね。なのでそろそろ夜になってくるんですが、先に夜になっちゃうんで、松明も作っちゃいますね。夜で寒くなるので一旦ですね、お家に帰って閉じます。一旦この辺りに置いて火を入れて肉を焼くんですけど、どっちかというと肉を焼きたいよりはこれでちょっとぬくくなるんで、その間にちょっと肉食べて体力を回復する。肉食べると少し体力が回復します。あと空腹値がもちろん上がっていく感じですね。で、松明作ったのは明るくしたいのもあるんですが、ちょっとぬくくなるんで寒かった時に対応できます。ウルですが、これちょっと周りも明るくなるので、堂々の声が、ベッドは先に作りたいのでとりあえず堂々くんですね。お、皮が欲しいので斧で叩くと。これで皮は手に入ったので、あとは木と藁、おおむね重くなってもですね、建材作ってしまえばだいたい重量は軽くなります。で、石がいるのでこれですりこぎが作れるはずで、お腹空いてるのでダンベリーを食べちゃいましょう。ベリー自体は水分値と食料値ですね、少し回復します。ただいっぱい手に入るんで最初の食料としてはちょっと便利です。尻つもで食料値回復できますんで、まあ肉焼いてるんで、でベッドですね。天井をかぶせていると高さ2段とかだと上に置こうとしてしまうんで、かがんでいただくと室内に置けます。これで一旦は復活できるんで、あとすりこぎですね、をとりあえずここに置くか。すりこぎに腐った肉とこの黒いナルコベリーですねを入れていただくと麻酔薬が作れますんで、これを極力作りだめしておくと。麻酔薬作ると結構な経験値が手に入るのでレベリングにもなりますし、あとあと恐竜をテイムする時にも使いますんで、最初からこまめに作っておくっていうのがいいです。通常夜動いてもいいんですが、見にくいのとですね、フィヨルドの場合寒いんで結構夜の動きは辛いです。ある程度装備手に入れるまではですね。なんで今のうちにいろいろ準備をしておく。これで11の段階で木の建材が作れるようになるので作りたいんですけど、先に8箱だけ取っておきます。で、木の建材を取れるだけエングラムを取っていきますね。8カゴ作れるようになったんで、とりあえず一旦赤子も全て作成しておきますね。これも一応レベリングになりますんでね、あまり動けないので今のうちに。普通斧とか装備してるときは草拾えないんですけど、松明持ってるときと素手のときは草が拾えます。虎が綺麗。
はい、夜が明けました。夜の間に木の建材ですね、作れるようになったんで、ここを集めました。ちょっと重量的に持ちきれなくなったんで足らないですが、一旦今藁で作ったものに関して壊さなくても、このようにですね、見えないんですが張り替えることができます。こういう感じですね。今は無駄にできないので、こんな感じですね。張り替えると資材としては半分手に入ります。この間に壁作っちゃいますね。でこうですね、扉も張り替えちゃいますね。であとは壁を、これで切れたので、あと2枚ですね、壁2枚と天井いるので、木を集めに行きましょう。で一応建材作る時なんですが、最初の重量きつい時はですね、まず繊維と藁を軽いので手に入れて、木をピッケルで叩くと藁が多めに手に入ります。斧で叩くと木がいっぱい手に入るっていう形ですね。これであと天井が3枚ですね。これで一旦集まるので戻ります。これで張り替えまして、天井も張り替えちゃいます。これで全部木で張り替えた状態ですね。これわざわざ作って張り替えているのは、建材作るとですね、結構なレベリングになって、どんどんレベルが上がっていきます。移動速度を振りますね。でだいぶレベルとエングラムポイントが溜まったので、振っていこうかと思います。先に収納ボックスを振っときます。これで石の建材はまだ作れないんですが、結構普段は皮飛ばす時あるんですけど、今回は各装備でですね、それぞれ防寒能力とか防熱能力っていうのがあります。もちろん防御力も上がるんですが、今着ているですね、布装備だと防寒能力8になるんですけど、防熱が15になってます。暑さに強いっていうことですね。ただフィヨルドに関しては、一般的に特にこのミッドガルドに関しては寒いので、革装備だと防寒能力が高いので、まずは革装備を作りましょう。全部取っちゃいます。防寒装備では一番いいのが毛皮装備っていうのがまた先にあるんですけども、このあたりですかね。23まで取れないですし、毛皮を集めないといけないので、一旦革装備で賄います。今夜になるとこの装備だと体力減ってしまうんで、まずですね、革を集めたいところではあるんですが、先に直しておけるように収納ボックスを作ります。で1着だけ作れるんで、革のズボン作っときますね。ちょうど革なくなるんで、これで一旦ですね、収納ボックス台手に入ったんで革のズボン入っときますね。これで一旦目測になるんですけど、とりあえず仮なので荷物全部預けちゃいましょう。で次の夜になるまでにですね、先に革装備に切り替えてしまいたいので、あと革が57枚いりますね。ということで革集めに行きましょう。レベル9にポーラっていうのがあります。まずはこれを取りますね。少し革がいるので、ちょっと革使い切っちゃったんで、先にロードをやっちゃいますね。皮を取ります。であそこにパラサウロロフスくんがいるんですが、通常攻撃するとパラサウロロフスくんは逃げちゃいます。ボーラ使うと捕らえれるの でボーラ作ったら装備してですね、こんな感じで捕らえれます。でしばらく動けなくなるんで、この間にパラサウロロフスくんを攻撃すると、テイムじゃなくてこういった最初の捕らえる時でも使います。で斧で狩ると、これで大量の革が手に入ります。これであと革装備を揃えると。今ちょっと最初3倍になってるんで簡単に集まってますが、本来はこれを繰り返して集めるということになります。一旦現段階布装備邪魔なんで、もう捨てちゃいますね。これでだいぶサバイバーの防寒能力ですね、95まで上がったので、ある程度耐えれるようにはなったはず。こまめに腐った肉は麻酔薬に変えていくと。
余ったやつもとりあえず入れといたら腐っていく溜まっていくので、ナルカベリーと、掛け合わせておくっていうことですね。あとはもうちょっと収納スペースが欲しいので木を集めて収納箱を作りますね。これで7個作れる。今これでレベル20になったので、これで取れるようになるのがこちらですね、精霊炉で。精霊炉を取ることによって鉄が作れるようになりますんで、作業台を獲得できないと、エングラムが足らない、ちょっとレベルを上げないといけないですね。その間に先に精霊炉を作っちゃいましょう。それで、あとはピッケルで石を叩くと火打ち石がいっぱい手に入ります。あとたまに金属鉱石が稀に入るんですけど、で斧で石を叩くと石がいっぱい取れます。これで作れるようになるはず。とりあえず精霊炉を作っちゃいますね。で先に精霊炉を置いちゃいますね。鉄鉱石と、まあ、別に木でも燃料になるんですが、発火庫でも火つけることができます。これで鉄作れるようになったんで、この間にですね、すぐそこに鉄鉱石あるんで、鉄鉱石ですね、いろいろあるんですけど、これがリッチメタルって呼ばれてる金属がいっぱい取れるものですね。でこっちはちょっと効率悪いんですけど、金属が取れるものになってます。これを金属のピッケルで叩くと金属がいっぱい手に入ると。ただ重量を見ておかないと動けなくなると。これでいっぱいいっぱいになるんで、一旦移動速度で石を捨てます。これで一回鉄焼きますね。でこの辺は一旦直しておいて、レベルが上がったんで作業台を手に入れました。なので作業台を作っちゃいます。これで自力で金属のピッケルとか金属装備を作れるようになりました。でここで麻酔矢が作れるようになったんで作ります。まず作業台を作りたいので、作業台が川20、余裕で持ってるんで、川と木と石50ですね。石なんで斧で叩く50。これであとは鉄できてるんで、これで作業台を作ります。作業台ができたので、ちょっと狭いですけどね、一旦仮拠点なんでこんな感じで大丈夫だと思います。これでしばらく鉄は焼いておけるので、人のままではあれなので、一旦ですね、麻酔薬を量産したいんです。ナルコベリーをいっぱい取らないといけないので、ベリー恐竜を手に入れるというところで使うのが先ほど言ったブーメランなので、繊維と木材、砂ですね。これでブーメランが作れます。繊維がちょっと足らないので、ちょっと1個だと心もとないので、3つぐらい作っておいて、これで荷物整理もしたので、ちょっと水だけ拾っときますか。ということで一旦ですね、もう一度バーディランドの S に飛びます。まあ自分で作ってもいいんですけどね、かなりレベルが上がるのが早くなってるので、あ、来た。ついでだから全部取っちゃえ。何気に金属のクロスボウも手に入るんで、あ、やばい。プチオルニスがいるから、とりあえず一旦逃げよう。こんがり肉とですね、クズ鉄とかも手に入るので、腐った肉手に入るんですね。何気に今欲しいのは腐った肉だったりするので、SE に帰ります。あ、意外に遠いな。はい、戻ってきました。とりあえずですね、一旦クズ鉄は焼きまして、クズ鉄に関しても、鉄鉱石と同じように焼くとですね、インゴットに変わりますんで、ちょっと装備に関しては、一旦ここは装備入れにしよう。これで、OK なんで。140か。やばい、お腹が140か。ちょっと大変だけど、これテイムしようかな。最初テイムするのはですね、レベル60ぐらいがちょうどいいんですけど、せっかくだからこれいくか。ではですね、夜が明けましたら、こちらのトリケラトプス140をテイムしようかと思います。
はい、ではですね、本日は以上といたします。かなりですね、倍率が上がっているので、経験値等倍でもですね、結構な勢いでレベルが上がりますね。最初からですね、鉄のピッケルとか斧がですね手に入るので、かなりビルドとしてはですね、やっぱ始めやすいところにはなってくるかと思います。資材の集めるのがですね、やはり効率的なので、最初の石器の斧とかピッケルとかよりもかなり集めやすいところがありますんで、建材もすぐ作れて、建材作成すればレベルも上がるので、かなりすくすくとレベルが上がって、すでにレベルが23まで上がってますね。豆腐建築ですが木材になりました。あとはですね、少し必要な恐竜を次回ですね、トリケラ君を含めて順番にテーマをしていってですね、ちゃんとした建築ができるようにですねしていこうかと思います。ちょっとですね、パッと進めた部分もあったので、ちょっと説明足らずの部分もあったかもしれないんですが、次回ですね、トリケラテイム、ちょっと最初の140はしんどいかもしれないんですけど、テイムしようかと思いますんで、お楽しみにお待ちいただければと思います。次ちょっと夜が明けてから始めますね。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。